あの巨人、なぜ襲ってこない？狙う。あの巨人は他の巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。狙う。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。カッサバイディ。あれは味方の。巨人は？なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。そうだ、聞いてくれ。提案があるよ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ？あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。カッサバイデル、カッサバイデル。無縁弾、ヤバいってことだよな。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎた。本部が壊された。僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。蹴散らしてヘク上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。潰す。
は無事か。エレン、おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。救援要請か。助けに行かねえと。頼む、邪魔しないで。分かったぜ。狙う。なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。あの色は。助けに行かなきゃ。蹴散らしてやる。まだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。生きられるのは勝者だけ。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。散らしてやる。助かったぞ、アッカーマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵か。わかった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。潰す。私は苦戦してるみたい。頼む、分かった、分かったぜ。
ちに壁を登らせない気か。巨人を引きつけておく。これで本部に入れる。なんだ、ミカサ無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。なんだと？